皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。はい、そうですね、元気元気。もう、楽しいっす。何が楽しいって？いや、ライブも楽しかったんですよ。ライブコンサート、クラシックの、はい、コンサートね。楽しかったですよ、ライブコンサート。そうですね、クラシックですよ。クラシックいいですよね。本当レベルが高いからクラシックは、はい、もうどれ聴いても安心できるんでね、はい、もう大人にはたまらないですよ。やっぱりクオリティを求める大人にはたまらないですよ、はい。まあ私はまだお子ちゃんですけどね、はい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 ということで、もう1時になっております。真夜中の一人語りスタートさせていただきます。あー美味しい、炭酸水美味しい、はい、炭酸水美味しい、はい、そうですね。いやー、もうライブトークが楽しくてたまんないですね。ライブトークで僕年齢は言わずに小学生と中学生と高校生と専門学校生がみんなで一緒に喋ってるところに入っていったんですよ。それでたまたまその時無言みたいな感じだったみたいで、僕が入って挨拶とかし始めたらどんどんミュートが解除になって、なんか楽しいってなったみたいで、あ、なんか話してたんですかって、僕新入りなんでもう去りましょうかとか言ったら、話しすぎましたかとかって言ったら、いやまだいて全然いいのいいのとかって言って引き止められて、そのままいろいろ喋ってて、はい、でなんか気に入ってくれてですね、また来てねって言われて、はい、また来てねって複数の人から言われて、あーけどどうやって覚えたらいいんだろうって、あ、これで覚えられるっていう名前があったんで、トークルームの名前がこれで覚えます、これでまた来れますって言って、で出たんですよ。そしたらチャットの方に、ただのリスナーさん、おしゃべり相手じゃなくてリスナーさんだった人が、あのひろきさんまた来てねって書き込みしてたんですよ。もう嬉しいな僕、はい、子供たちから好かれる大人やったっていうか、ひろき何やってんだひろき何やってんだもう話だけ、はしょって話したら、おっちゃんが子供と喋ったってことでロリコン見たな扱いになりますよね。本当にいや、いろいろ教えてたんですよ。本当に教えてたんですよ、人生を。ちょっとだけね、ちょっとだけ、あんまり真面目な話が長いと校長先生の話みたいになるんで、ちょっとだけ話したんですよ。勉強は学校卒業しても続くから、社会人になってもいろんな試験とかあるし、資格試験とかもあるし、勉強は一生続くから、学校卒業するまで勉強しさえすればもうあとは大丈夫みたいな感じでやってると、社会に出た時に、え、まだ勉強するのってなるから、だから勉強はずっと続くから楽しめる範囲でやっといた方がいいよって、なんかもう死ぬ気でやったりしたら本当に死んじゃうからって言ってはい、そうしたら、あーってすごい勉強になりますとかって言われて嬉しかったです、はいはい、そうですね。いやー面白い、ライブトーク楽しいな、ちょっとハマってきましたね、もうだいぶ、はい。ライブトークね、すごいな、なんか色々あるんですよ、いろんなライブトークが、はい、本当
僕ライブトークに30個ぐらい入ったんですよやべえ。もうどれがどれだか分かんなくなっちゃってる。もうどれがどれだか分かんない。あーあった、見つかった。はい、面白いな。もうランダムで入ってるんですよ僕、決めずに。はい、一番トークの中で一番上でライブトークやってるやつにポーンって入っちゃうんですよ。はい、そう、そこ選ばないようにしてるんで。はい、探検活動なんで、これは人生勉強なんで。はい、なんでこんなことやってるかって、いや最近結構長い時間の YouTube を撮ることが多いんですよ、作曲とか執筆とかで。僕作曲とか執筆ばっかり上げてるとなんか良くないなと思って、たまにあの著作権切れの映画とか上げてるんですよ。そうすると待ち時間が発生するじゃないですか。その待ち時間にライブトークしようってことです。はい、そうです。でまた次の録画、配信の録画ができるようになったらミュートしてスピーカーもオフにして録画するっていう感じ。はい、こういうことです。はい、だからひろきさんは結構ミュートの時間が長いよねって思われてます。はいはいはい、そうですね。はい、そういうことをしてるときはね。はい、まあしょうがないですよね。はいはい、それで嫌われなければいいわけですから。はいはい、そうです、そうです。まあすごいっすよ、すぐ1000件とか溜まりますよ。はい、すぐ1000件溜まりますよ。はい、一回1万件を見てやろうと思ってるんですけどね。はい、けどそしたらね、あの本当の重要な連絡を見逃してしまうんでね。はい、あ、だからそっか、リセットしなければいいのか。私リセットボタン、あの全部既読っていうボタンあるじゃないですか、 LINE で。はい、 LINE の全部既読ってやつを使ってるんで、ちょっと怖いんですよね。だからそれ使わないようにすればいいんだ。そしたら1万いきます。1万。はい、それ見せたい。うん、誰に見せるんだよって話ですけどねもうなんか虚言癖のありそうな虚言症みたいな人もいて、お、本当面白いですよ。はい、どんだけ虚言続くかなみたいな感じで。はい、本当ね、すごいな。すごい、ほんとすごい。いやーすごいっすね、ライブトークこんなに入ってるやつあんまりいないでしょうね。はい、だって LINE がいっぱいになっちゃいますもん、すぐ。はい、すごいっすよ。もうガラリガラリと画面が変わっていって、押そうと思ったら違うところ押しちゃったりするんですよねもうやばい、いつまで続けるんだろうこれ。はい、なんか大人のライブトークとかは結構安全ですね。けどたまにおかしい人がいるんで、たまになんかおじいちゃん近くの年代でちょっとこうなんていうのかな、こういう言い方をするのもあれですけど、ひん曲がった人生を言ってしまった人とかがたまに入ってくるんで、だから年、お年を召された方はお年を召された方でやばい人がいるし、子供は子供で虚言癖の人がいるし、はい、そうなんですよ。なんかいろいろどこにでもいろんな人がいるなと思って、まあ、それを楽しめばいいんでしょうね。はいはい、そうですよ、そうですよ。あ、社会と一緒でいろんな人がいるんで、はい、そうですね。
まあ僕はこれを楽しんでますよ、はい、あの連絡先の交換もしなくていいじゃないですか、はい、だから危なくないんでね、安全なんでね、はい、いいですよ本当ね、うん、いやそうですね、危ない人もいるんでしょうね。僕はちょっとそうですね、まあそうですね、まあ安全におしゃべりしたいと思います。本当にそうですね、はい、あーそして明日体外受精なんですよね。体外受精、明日はだから iPad とイヤホンを持っていかなきゃいけないですね、はい、そうですね、あーもうなんかね、うん、そうですね、なんか最近 SNS でゲイの人が言い寄ってくるんですけど、どうしたらいいですかね。なんか僕の写真がいけないんですかね。なんかちょっと少年っぽい写真を写してるんですよ最近、はい、それがいけないのかなと思ってます、はい、そうですね、よく外国人から声かけられますね、はい、うん、そうですね、で時差もあるんでね、あの海外の人なんで、日本の人じゃなくて、はい、日本の人でゲイだったら僕連絡取らないですよ、はい、はい、家に来られたらとか、あと会おうよとか言われたら返答に困っちゃうんで、はい、嫌だなと思って、はい、外国に住んでるゲイの人とはおしゃべりしてます、はい、そうですね、仕事の話とかしてますね、はい、まあなんか危ない遊びをしているような感じですよね、はい、大人の遊び、はいはい、会話で、はいはい、ちゃんと曲作ってますし、あの投資本も執筆してますよちゃんと。だからさっき言ったように空き時間にですよ、はい、空き時間に、はい、待ち時間というか、はい、そうですね、そうですね、ねえ、もう名前覚えちゃったもんね、これかな、これだな、そうだな、すごい重い話してますっていうタイトルになってるチャットルームが、やべえ、いやーけど本当いろんな人がいて面白いですね、怖いですけど、はい、まあ身元がバレないんでね大丈夫ですよ、変な話しなければ、はい、そうですね、皆さん安全に楽しく遊びましょう、はい、そうです、ちょっともう一本持ってきます。
味しい。明日はこれがビールに変わりますからね、皆さん。またビールが復活ですよ。嬉しいな。いやー、明日はもう病院行く以外は何もないんで、家でゆっくりしようと思ってます。パートナーも麻酔、全身麻酔かけた後なんで、家でゆっくりデリバリーでも取ろうかな。お寿司のデリバリーでも、はい、そんな感じでいこうかな。で、日本酒、あ、飲めないんだ。僕は飲めるけど相手が飲めない。あー、じゃあ日本酒開けられない。ビール飲もう、はい。お寿司取ろう、はい。そうっすね、寿司を取ろう、うん、それがいい、うん、まああとは映画見て、はい、そうですね。そうですね、全身麻酔って僕受けたことないんですよね。だから僕の出番が終わっても待っててくれって言われたんで、 iPad とイヤホンはもう必須だなと思って、はい、あ、キーボードもね、キーボード、このキーボードです、 これです、はい、はい、なんかしようかなと思ってます。本でも書こうかな、はい、あ、アイデア出ししようかな、うん、アイデア出しもしたんですけどね、まだ眠ってそうなんで、僕の頭の中に、はい、思い出が、投資の思い出が、はい、そうですね。そうですね、うん、そうだな。あと明日はもうニュースと株主優待が届いたんで、また株主優待のお知らせ、ご紹介をして、あとは映画ですね、はい、それがいい、そうしよう、明日6時半起きなんですよね。5時間しか寝れない、つらい、はい。だから帰ったら多分寝ると思うんですよ。多分寝ます、よく考えたら寿司食った後寝ます、はい。それで行こう、はい、そういう日になります、多分。そうなんですよ、多分そうなります、はい、そうですね、昼寝しよう。5時間睡眠だもん、絶対足りない僕には、はい、そうですね。いやー、髪伸びたな。まだまだ伸ばしますよ、まだまだ、もっと、はい、長髪を超えて長すぎないって言われるぐらい、はい、ですね、はい、そのぐらい言ってやろうと思ってますよ、はい、そうですね。頑張ろう。いろいろ頑張らなきゃいけないことが多いですね、僕も、はい、何かと、はい、そうですね。やってる活動名を僕名刺サイトに書いてあるんですけど、よく考えたらドラムを書いてなかったなと思って、
そういえばドラム書いてないや。多分。あ、やっぱり書いてない。あ、書いてない。書いてないな。書いてないな。ドラマーなのに、ダンスクラシックバンドの、なのに書いてない。はい。書かなきゃ。うん。けどもう文字数が足りない。どうしよう。まあちょっと考えます。はい、はい、なんか文字数制限がちょっと厳しすぎるんですよね、僕の使ってる名刺サイト、一番世界で有名なやつなんですけど、はい、そうですね、そうですね、はい、あーもうドキドキする、明日体外受精、卵子が何個取れるのかが大事ですからね、はい、でもうその場で1個は入れちゃうらしいんですよ、子宮に、はい、でそれ以外は全部冷凍保存するらしいですね、はい、まあそういうもんでしょうね、はいはい、なんか3個ぐらい取れたらいいなって言ってるらしいです先生は、はい、ね、どうなることやら、はい、2回目です、これが2回目の採卵です、はい、っていうか体外受精です、はい、1回目はちょっと惜しい感じだったみたいです、惜しくもうまく着床しなかったらしくて、なんか着床しようっていう跡があったらしいです、だからまあ望みが結構あるってことですよね、はい、子供できたら生活変わりますね、なんかすごい楽しみです、はい、おむつ交換したりとかね、おむつ交換したり、おむつ交換してる間におしっこかけられてるとかね、はいはいはい、あるって聞きますから、そういうのがあるって聞きますから、はい、もう聞いてますよ、いろんな話を、はい、あの年齢は同年代でも人生の諸先輩方から聞いてますよ、はい、そうですね、子供ね、まあ僕いいお父さんになるのが人生の目標なんでね、はい、だから本当に子供が欲しいですね、はい、そうですね、はい、子供が欲しい、うん、いっぱい遊んであげたい、はい、けど教育のためには自分だけの時間を作ってあげることも重要だって聞くんで、まあバランスを取りながら、触れ合いをしたいですね、触れ合いを、はい、
いや、しんみりしちゃいましたね。すいませんね、はい、僕の人生の最大の課題なんでね、子供がいないことは。はい、そうなんですよ、人生の最大の課題なんですよ。はい、もう一本持ってきます。そうなんですよ、まあけどね、あんまりねシリアスになってもね、あの結果は同じなんで、はい、まあゆったり構えとくしかないですね。はい、僕も痩せるごとにね、どんどん精子が元気になってきてるらしいんで、はい、なおさら楽しみですね。はい、っていうかそういうの関係あるんだって身に知らされましたね。そうですね、だからまあそうですね、まあ今子供部屋があるところに住んでるんで、はい、まあそのままいけるかなっていう感じですね、ここでね。はい、でもパートナーにはまあ保育園入るまではもう一緒にいてもらって、で僕は全部生活費を払おうと思ってます。はい、全然生活費払ってもまだお釣りが来るんで、はい、まだ投資に回すお金が生み出されるんで、はい、全然心配してません。はい、そうですね、はい、もう増える一方なんでね、資金はね。はい、だから頑張りますよ、投資、あの本業も頑張りますよ、本業も。はい、はい、やっぱりお母さんと子供の絆が大事なんでね、はい、そこにお父さんも加わってくるともうバッチリって感じですから、はい、僕は子供になんか稼げる人とかそういうのは求めてないですね。はい、愛情深い子供になってくれればそれで十分です。はい、友達への愛情、家族への愛情、恋人への愛情、うん、そういうのを持ってくれれば本当に十分ですね。はい、そういう愛情を持っていれば自然と仕事もやるようになりますから、あとは全部ついてきますから、全てついてきます。はい、そうなんですよ、だから愛情深い子供に育ててほしい、それが一番です。はい、そうですね、はい、ちょっとぐらい騙されたっていい、そのうち守り方になって気をつけてくるから。はい、最初のもう若いうちに騙されておいた方がいい。はい、こういう人もいるんだってことを知ることになるんで、けどそれで悪い方に行ってほしくないから、だから親の愛情が必要だと思います。はい、うん、そうそうそう、だからね、僕はやっぱそういうことを考えますよ。はい、ね、
まあ明日というか今日ですからね。はい、体外受精日。はい、頑張ります。緊張する。けど頑張ろう。うん。子供のために頑張ります。将来の子供のためにね、うん、一応体調は万全に整えてあるんで、はい、そうですね。なんかケーキ漬けに聞くかどうかわかんないですけど、ケーキ漬けに今日家に帰ってくる前、あのサラダチキンを買って食べました。なんとなく精子がいい精子ができるんじゃないかなと思って。遅いですかね。遅いですか。遅いかな。そうですね、遅いですね、頑張りますよ、僕も。はい。いろいろ頑張ります。はい。正念場ですね。正念場ナンバー2。はい、テイク2。頑張ります。はい、それでは真夜中の一人語り以上で終了となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。おやすみなさい。おはようございます。こんにちは。そして、良い一日を。